芸人仲間とフィリピンパブで飲んでいた際、おばちゃんから2000円くれたらパンツ脱ぐよと言われた宮川大輔は、他の芸人が誰が払うねんと突っ込む中、すぐさま2000円支払った。さらにおばちゃんから3000円だと顔にお尻をグーッと押し当てるサービスをすると聞かされると、大輔は3000円を支払い、一緒に飲んでいた鍋厚にサービスをプレゼントした。するとおばちゃんが、隣のお客様からのサービスと言いながら鍋厚の顔にお尻を押し当てたのだが、壺に入った大輔は最終的に3万円分支払った。映画で松本潤と共演した際、撮影後に松潤と大浴場に浸かるのが楽しみだった。ケンコバと地方営業があった際、地元のスナックで若い女性が、ケンコバさん昔から大好きでしたとケンコバばかり褒めていることにジェラシーを感じた大輔は、気持ちを発散するために74歳のおばちゃんとチークを踊りながらディープキスをしていた。その後カラオケでケンコバが襟裳岬を歌っていると、俺の歌やとブチギレた。